おはようございます。まだ6時です。なんか知らないけど目が覚めました。暑いからかな。君たちもこんな感じね。わごいママさんがいません。下でなんかお料理でもしてるんでしょうか。こんな早朝ですけど、昨日お誕生日だったのに、真相を確かめてきます。今下の階に行って台所で確かめてきました。昨日はね、大雨を降っていて、その中自分の誕生日なのに、買い物に行ったわけですね。で、イオンというスーパーのお休み売りの日なので、いっぱい買い込んで台所に置いてあるものをみんな明け方から処理してたと。あんまり寝てないみたいです。今日は昼晩寝てもらいましょう。はい、君たちも付き合って寝てあげてね。ということで、一旦今日はまたスタート切りましたけど、一旦寝てもう一回始めます。はいはいで、はい、どうぞ。じゃんくんじゃんくん。はい。はい、どうぞ。あれ、こっち。よいしょ。そんなにね、急に体ねじれないぐらい年経ってるんですよ。はいはい。ちょっと柔軟やんないと、本当に危ない。体を柔らかくしようね。君らは柔らかいのか。オチがつきました。ハッピーバースデートゥーユー。バオイさんお誕生日おめでとうございますのケーキです。どれかを一つずつ食べて、うちの母にも一つ、それから余ったやつを一個二人で分ける。なんと仲睦贅まじい家沢。族でしょう か。ちょっと贅はい、沢。それにこれ本当はコーヒーフロートにしたかったけど、アイアイスがス持ないっのてね。くる？あ、持ってくる持ってくる。うん、じゃあいい。はい、お願ケーキいだしから。ます。はい、おめでとう。ケーキを取るだけの動画でした。30回ぐらいくるくるするって書いてあって。こうやって投げればいいんだ。ほら、一瞬なんだ映らね。なかった。あ、ポンちゃん。ポンちゃんがカメラの前に陣取っています。はい、じゃんくん行くよ。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 おお、ポンちゃんが見に行った。やった。ポンちゃんちょっと興味ある？怖がらないね。うん。意外に二人とも根性ありと見た。偉いぞ。もっといっぱい買ってくればよかったかな。で、巻いといて、ぷわーっ ていっぱいね。いっぱい。それもなかなかなもんだね。はい、お誕生日おめでとうございます。ウキウキ。
帰ってからだいぶ時間は経ってるんだけど、帰ってびちゃびちゃなものを脱いだり、しながら下でご飯食べてました。すいませんね、お待たせしました。はい、なんかいろんな雨の匂いすごい。なんか一部神奈川では停電してるとこもあるらしいよ。はい、ポンちゃん、ポンちゃんはゆっくりそこで寝てたな。さあ、あとは寝るだけです。